カーカス。カーカス、カーカスは、イングランド出身のエクストリームメタルバンド、ハードコアパンクにルーツを持つ代表的グループの一つ。一度解散したが、2007年から再始動を果たした。日本では、リバプールの残虐王のキャッチコピーで知られ、たびたび来日している。初期の音楽性は、後のグラインドコア、特にコアグラインドのシーンで今でも、 大きな影響力を持ち、またアルバム、ハートワークは、メロディックデスメタルの先駆けとなった。ファーストから、サードアルバム、再結成後のアルバムの日本版には、それぞれの曲に、奇妙な放題が付けられていることでも知られる、内臓大爆破、硫酸ドロドロなんでも溶かすなど。1985年、リバプールで、ミディ、ドラム、ペク、ボーカル、ポール、ベースと、 ビル・スティアー、ギターの4人により、ディス・アタックが結成される。当時はディスチャージに強く影響された、ハードコア・パンクをやっていた。その後ディス・アタックは解散し、それとは別に結成されたバンドにエレクトロ・ヒッピーズで、サポートボーカルを向いていたジェフ・ウォーカーがベーシストとして、加入、ビルの友達だったケン・オーウェン、別の全身バンドではボーカルだったが、ドラムとなる。バンド名を、カーカスと改名。 音楽性もグラインドコアに変わる。1987年にフレッシュリッピングソニックトーメントと呼ばれるデモを録音し、デモテープをノッティンガムのイヤー・エイクレコードに送り、イヤー・エイクと契約を結ぶ。このデモではサンジブという人物がボーカルを担当している。さらに翌年には2番目のデモ、シンハニース・オブ・シッコネスを録音。このデモはセカンドアルバムの元になっている。 1988年、イヤーエークより、ファーストアルバム、フランシューがリリースされる。死体のコラージュを使ったジャケットのため、レコードを置かない店もあったが、イギリスのインディーチャートでは、高い成績を得ることができたらしい。また、イギリス BBC ラジオの人気番組、ピールセッションに出演した。1989年には、コリン・リチャードソンをプロデューサーに迎えた、 セカンドアルバム、駅間公共曲をリリース。このアルバム以降は、トイズファクトリーが日本版を出すようになる。CD 版には、セカンドアルバム、駅間公共曲の内容に加え、ファーストアルバム、フランシシューの曲の一部が収録されていた、海外でも、同仕様。その後、ファーストアルバム、駅間公共曲の初 CD 化に合わせて1996年に、ファーストアルバムの日本版が発売され、 セカンドアルバムは、ボーナストラックが外され、新、駅間公共局と解題された。セカンドアルバムリリース後、モービットエンジル、ナパームデス、ボルトスロワーとのヨーロッパツアー、クラインドクラッシャーツアーも行っている。また、ピールセッションへの2回目の出演も行った。以前からライブ時のギターに厚みを持たせるため、2人目のギタリストが必要だと考えていたバンドは、 1990年にスウェーデンのカーネイジーのギタリストだったマイケル・アモットをセカン、ギタリストとしてカーカスに加入させた。マイケル・アモットはナパームデスのオーディションを受けにイギリスに来た際、ビルスティアーと知り合い、カーカスとのセッションを行ってもいたが、その時はスウェーデンに帰っている。このゴロバンドの音楽性はグラインドコアからデスメタルに変化しつつあったが、マイケル・アモットの加入により、 より、デスメタル色が強くなった。またもともとバンドが持っていたブルータルなデスメタルの要素に、マイケルはモットの流麗なギターが加わり、後のメロディックデスメタルの原型が誕生しつつあった。その年のドイツツアーでは、アトロシティの前座を務めている。サイドコリン・リチャードソンをプロデューサーに迎え、レコーディングを行い、1991年に、サードアルバム、死体愛好壁のリリースが行われる。 コリン・リチャードソンは、フィフスアルバムまでプロデューサーを務めることになる。アルバムの作成の途中、ケン・オーウェンが刑務所に送られるアクシデントが発生した。罪状は不明。1992年、カテドラル、エントゥームド、コンフェッサーとのヨーロッパツアー、ゴッズ・オブ・グラインドツアーを行い、ツアーに合わせてミニアルバム、ツール・オブ・トレードをリリースした。このツアーの様子は、 さっきのグラインドクラッシャーツアーとともにビデオ版のウェイクアップスメルザで見ることができる。1993年メジャーレーベルのコロンビアレコードからフォースアルバムハートワークがリリースされるがハートワークのレコーディング終了後にマイケル・アモットが脱出してしまう。マイケル・アモットはすでに1970年代風のハードロックに興味を移していて ハートワークの方向性にも疑問を持っていたらしい。後に、マイケル・アモットはスピリチュアル・ベガーズを結成。その後、プロジェクトとして、実定クリストファーと共にアーチ・エネミーを結成した。アルバムリリースに続くツアーのため、元ベノムのマイク・ヒッキーが、セッションギタリストとして、カーカスに迎えられる。この年のヨーロッパツアーに先立って、ボディカウントのイギリスツアーの前座も務めている。 1994年、マイク・ヒッキーに代わって、カルロレが出す、元でボイドが、カーカスに正式に加入する。この年に初来日公演。カーカスは、北米での、ハートワークの、発売元である、コロンビアレコードとアルバムのリリース契約を結び、レコーディングを行ったが完成後コロンビアに拒否され、再度レコーディングする目になる。このあたりからレーベルとバンドの間の中が、ギクシャクするようになり、 いつまでもニューアルバムをリリースしようとしないレーベルに、ゴーを癒したビルスティアーが、1995年の終わりに、カーカスから脱退してしまう。ビルの脱退により活動を続けられなくなったカーカスは、コロンビアレコードとの契約を破棄され、全米においての配給元を失う。フルスノイヤーエイクレコードから、欧州県のみで、フィフスアルバム、スワンソングをリリースした後に解散する。ちなみに、 スワンソングという言葉は、欧米では一般に、遺作を意味する言葉であり、このアルバムは、解散を前提として制作されたものだと考えられる。残ったカーカスのメンバーは、もともと、カーカスのローディを務めていた、元カテドラルのマーク・グリフィスをギタリストに入れ、ブラックスターの名前で活動を再開し、1997年に、アルバム、ブラックスターをリリースしたが、間もなく活動停止してしまう。 一方、脱退したビル・スティアーは、ファイアバードを結成し、活動を続けた。1996年、コンピレーションに収録曲や、ミリリース曲などを収録した、ウェイク・アップ・スメル・ザ・オ・イヤー・エーク・レコードよりリリース。また2004年には、イヤー・エーク・レコードのカタログ上で長い間アナウンスされていたが一向に、リリースされる様子のなかった、ベストアルバム、チョイス・カッツが、 ようやくリリースされた。2007年秋、12年ぶりの再始動を発表。ジェフ・ウォーカー、マイケル・アモット、ビル、スティアーに加え、ドラムにアーチ・エネミーのダニエル・アーランドソンを迎えた、編成となり、2008年夏にドイツで開催された、バッケン・オープンウェアに出演。なお、健康上の問題、99年に患った脳内出血の後遺症により、 メンバーとして加わることができなかったケンオーウェーンも提示、上で紹介された。2008年10月に、ラウドパーク08への出演及び、大阪、名古屋で単独公演が14年ぶりに行われた。2012年に、マイケル・アモットとダニエル・アーランドソンが、アーチ・エネミーでの活動に専念するためだったドラムスに、ダニエル・ワイルディングが加入した。 2013年9月に新録アルバムとしては17年ぶりとなるアルバムサージカルスティールをニュークリアブラストからリリースしたこのアルバムは当初プロデューサーとして起用されたコリン・リチャードソンが制作途中で突然降板したため遅れていたまたレコーディング後にギタリストのベン・アッシュが加入している同年10月のラウドパーク13で来日 翌2014年に単独来日公演を開催。2015年にも、ラウトパーク15にて連続して来日している。2018年3月、ベン・アッシュの脱退とトム・ドレーパーの加入が発表された。カーカスの音楽性はアルバムごとに異なる。ファースト、セカンドアルバムは、デスメタルよりのグラインドコアのジャンルに属する。ジャケットには、死体写真のコラージュが使われ。 歌詞でも一貫して、グロデスクであり、非人道的なテーマが歌われている。歌詞の中に頻繁に、医学用語が使用されているのも、特徴的で、死体写真や医学用語は、医学生用の教科書から取ってこられたのである。歌詞は、ボーカルのジェフ・ウォーカーが書いていることが多いが、初期の曲には、他のメンバーが書いているものもある。このスタイルは後に、様々なバンドに受け継がれ、今では、 ォアグラインドという名前のジャンルが形成されている。彼らの曲の多くはギターを中心に据えて作られている。ギターリーフはハードコアよりもスラッシュメタルやデスメタルに近い複雑なものが多く、ギターソロもほとんどの曲に入っている。ボーカルはジェフ、ビルスティアーの2人が担当。ジェフはピッチシフターを使った非常に 低い声と、それよりいくらか音の高い声の二つを使い分けており、基本的に一曲のうち両者のどちらかがメインボーカルを取っている。ドラマーのケンオーエンは複雑なドラムビートを叩くことが多いが、テクニックについての高い評価はあまり聞かれず、ライブでのミスも目立つようである。バーミンガムのスタジオで4日間で録音された、ファーストアルバムはプロダクションが悪く、 当時のメンバーはその出来に満足していなかった。これはサウンドエンジニアの責任によるところが多く、特にドラムトラックがひどい状態だったと言われている。ただし、この音質が逆に評価されることもあり、フォロワーの中には音の雰囲気を真似ているバンドもある。この時点ではカーカスの音楽スタイルは完全に確立されておらず、演奏時間の短い曲が多く、グラインド色が かなり強いものであった。コリン・リチャードソーンをプロデューサーに迎えたセカンドアルバムでは、まだ音がこもっているもののプロダクションがかなり改善され、演奏時間が長い曲が増えた。このアルバム移行権がツーバスを楽曲に取り入れ始め、曲展開の複雑さも増した。ただし、前作よりミドルパートの量が増え、デスメタル色が強くなっている。 サードアルバムからはギタリストが二人に増え、音楽性により顕著な変化が現れ始める。ギターリフ、ギターソロが前作以前に比べさらにメロディアスになったことのほか、クリアなサウンドプロダクション、ブラストビートビルのボーカルパートの減少が主な変化として挙げられる。この時点で、グラインドコア色は完全になくなり、以降のカーカスの音楽はデスメタル、メロディックデスメタルにくくられる。 フォースアルバム、ハートワークでは、カーカスはさらに伝統的なヘビメタルへの接近を見せ、ギターリーフもよりメロディアスなものが増えている。歌詞のテーマもそれまでのものから改め、ボーカルももっぱら、ジェフだけが担当するようになる。このアルバムにより、カーカスは商業的に成功を収め、UK アルバムチャートで54位、日本でもオリコンの一般チャートに登場するなど、高いセールスを上げた。 一方、ファンの中には、カーカスの音楽性が、徐々に普遍的になっていくことに不満を覚える人もいた。解散前に発表された、フィフスアルバム、スワンソングでは、デスメタルスラッシュメタル色も薄れ、デスボイスを使用した、オーソドックスなハードロック、ヘビーメタルになっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。